はい、こんにちは、深夜です。今日なんですけれども、懸垂最大何回できるか、これチャレンジいきたいと思います。ちょっと今回はね、自分のね、今俺が、現段階で何回懸垂ができるかね、ちょっとこれ、チャレンジしていきたいと思いますんで、ぜひね、最後までご視聴いただけたら嬉しいです。じゃあ、やってみましょう。はい、じゃあね、早速ね、やってみたいと思います。何回できるかな。ちょっとワクワクしてます。何回できるか。今のところ10回でやめてたっていうのが実際のところ現実なんで、まあ、それ以上試したこともまだないんで、ちょっとね、多分10回以上20回近くいけたらいいかな。早速やってみましょう。はい。はい。というわけでね、今終わりました。ちゃんとできた回数、ちゃんとできた回数で言うと、18回。で、すいません。ごめんなさい。嘘言いました。ちゃんとできたのは17回。ギリ18回って感じですね。18回から19回目ぐらいで、ちょっともう力が抜けちゃったっていうか、筋トレって精神的なマインドも必要なんで、そこら辺がメンタルがね、結構大きく左右してくるスポーツだったりするんで、ちょっとちょっと途中心が少し折れちゃったところがあるんですけれども、まあね、ギリ18回にしてください。18回できました。はい、18回ということで、今回の懸垂最大チャレンジ、終えたいと思います。またね、できればね、ちょっと20は絶対、近々ね、ちょっとまたアップしていくんで、絶対20は切りたいんですよ。20は最低でも、ここまでいったらもう20切りたいじゃないですか。で、次の動画では、20切れるような動画、アップしていきたいと思いますんでね、ちょっとまた、懸垂シリーズこれで、最大チャレンジこれで終わりってわけではないので、またちょっとね、シリーズ化して、今後も配信していけたらいいかなと思います。今日はこの辺で締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。